日本語で I love you。 私たちは今インターネット技術の発展などによりたくさんの情報に囲まれています。メールやブログ、つぶやきといった具合に私たち自身が情報を発信する機会も増えています。このコーナーは詩人でエッセイストの伊藤由香さんが私たちの大事な言葉、日本語についての情報をお送りする言葉のバラエティです。今回は元 NHK アナウンサー村上信夫さんの登場です。 NHK の顔、声として活躍されたまさに言葉のプロフェッショナル村上さんをお迎えして言葉の魅力に迫ります。おはようございます。おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、3回目ですね。はい、よろしくお願いします。こちらこそ。今日はですね、嬉しい言葉の種まき。今日は村上さんのホームページのタイトルにもなっている嬉しい言葉の種まきについてお話を伺います。どうしてこういう言葉が出てきたかっていうと、これは僕が考えた言葉じゃないのよ。ふっとね、はい、NHK のアナウンサー時代に、まあ、NHK そろそろ辞めようかなって、僕は定年退職の前に辞めてるんだけど、いろんな思いが去来した中で NHK 辞めようかな、どうしようかなとかって思ってる時に、信じてくれるかどうかわからないね、ふっとね、頭のねこう中に嬉しい言葉の種まきって言葉がはっきり字幕スーパーみたいに見えたのね。でそれが最終的には背中を押してくれて、自分のやるべきことはこれだ、使命感に駆られてこれをやるんだ、じゃあやめようって、そういうふうに思ったわけ、はい、でその裏返しとしては、やっぱりその今世の中に嬉しくない言葉がいっぱい飛び交ってるでしょ、はい、人を否定したりこう批判したり、言葉って武器になったり楽器になったりすると思うんだけど、どっちかというと武器になったり狂気になったり、はい、そういうこうなんか、あともっと言うと言葉自体をもう話さない、もう携帯の画面だけ見つめててね、いきなり降りる駅が来て、ああ降りなきゃいけないって口にも出さずにダーンと人にぶつかりながら降りてって、ぶつかって人がこう困った顔したり嫌な顔した時に、なんだみたいに逆にこう睨まれたり、その時にちょっとすみません、降りる駅なのでちょっと道を開けてくれますかって言えば、おのずと人のこうね、人垣が開くはずなのに。本当ですよね、言い方一つですよね。そう、ちょっとどいてよっていうのと、うん、あちょっとすいませんっていうのと全然違う気持ちになります。最近の若いものはなんか席も譲ってくんないわねなんてお年寄りが時々いるけど、うん、もうすみませんちょっと体が疲れてるので席を開けていただけませんかと言えばいいのにね、うん、だそんな状況をやっぱり憂えて、うん、もう今言葉がもう本当ギリギリの瀬戸際に来てて、言葉をみんながないがしろにしてるから、うん、三十何年言葉を生業にしてきた自分が、こう言葉ってこんなにすごいもんなんだよと、使い方一つで人の気持ちがこんなに変わってね、嬉しい気持ちになるもんなんだよってことをやるべきだって多分神様に言われたような、そんな気がしてるわけ、うんうん、すごいですね。嬉しい言葉の種まき、今じゃ実践なさって、その種まき具合はどうですか？もうね、種まきおじさんとして自分でおじさんって言わない方がよ、種まきお兄さんぐらいにしとこう、まあ、あちこちに行って、あなたが言ったように、はい、嬉しい言葉の種をまいて、あとはね、水をやるのは皆さんなんです、うん、だから僕はちょっときっかけの話だけしといたら、もう皆さんがその嬉しい言葉を使いながら水をやって、芽を出して笑顔の花が咲くようにしてくださればいいと思って、もう壊れるところにはもうどこへでも行って、もう本当にあちこち今飛び回ってますね。嬉しい言葉の種まき、その具体的な活動の一つが言葉磨き塾です。言葉磨き塾、言葉磨き塾はその嬉しい言葉の種まきの活動の一環として、後からこう派生的に生まれてきたものなのね。これもいい言葉でしょ、言葉磨き塾って。すごくいいですね。なんか上手な話し言葉とか、なんかこうテクニックを教わる塾だと思って来る人がいるんだけど、僕はテクニックは持ち合わせてないっていうと語弊があるけど、そのテクニックを教える場ではなくて、みんなで磨き合いっこしよう、はい、メダカの学校ってあったでしょ、はい、誰が先生か生徒かわからないっていう。だからみんなでお互いこう感想を言い合ったり、気づいたことを言い合いながら、でもそれも嬉しい言葉で言い合うのね、批評批判ではなくて、こんなとこ良かったねって、ここもっと伸ばしたらいいですよっていう、そういうみんなでいろんなことを言い合いながら磨き合いっこしてます。どんな方が言葉磨き塾来てらっしゃるんですか？いろんな方ですね、まあ、ラジオのリスナーで村上さんの番組が終わってしまったからって来る人も中にはいるけれども、学生さんで
まあ、就職試験でどういうふうに相手に自分をプレゼンしたらいいか分かんないから教えてくださいとか、高校生や大学生でうまく友達と会話ができないとか、対人関係がうまくいかない、自己否定ばかりしてしまう、自分を変えたいっていうふうに思ってくる人もいるし、まあ僕がやってることってこういう言い方したら口はばったいけど、なんか薬を処方してるようなもんだよね、副作用のない処方箋のいらない薬を処方してるようなもんで、でみんなで磨き合いっこしてるうちにね、みんなね変わってくんですよ。元気になってくし、自分を認めることができるようになるし、自分は自分でいいんだと、人と今まで自分を比べて比較や批評ばっかりしてた人が、自分は自分でいいんだって、これはこれでいいんだっていうことをなんか納得して安心していく、そんな場になってますね。で例えば具体的にどんなことをやるかっていうと、嬉しい自己紹介、自分最近こんなことで笑いました、こんな嬉しいことがありましたっていう、話してるうちにみんなの笑顔になってくるのよ。だってさ、疲れちゃったな、なんかまたシワが一本増えちゃったとかと思ってると嬉しくならないでしょ、笑いすぎて笑いじゃがまた増えましたって言ってると嬉しい顔になるでしょ。そうですよね、嬉しいことを思い浮かべるとみんなが笑顔になるので、そういう嬉しいことを話してください。で次はね、良かった探しのタコ紹介、タコってわかる、自己紹介ならぬタコ、わかります。でそういう人相手の紹介、そう、人のいいところを見つけて、こうちょっとこう10分ぐらいヒアリングし合って、この人はこんないいとこあるんですよって言うと、なんか言われてる方も嬉しい気持ちになるし、言ってる方も嬉しい気持ちになるし、なんかそういうこう、ああ自分のいいところはこんないいところがあったんだとか、みんながこうそういうことに、人に言われることによって気づいていく、自分でいいところだと思わなかったけど、そうなんだ、いいとこなんだって気づいてもらえる。でもうちょっと一歩突っ込んで、夢探し、この人はこんな夢を持ってます、こんな考え方をしてます、こんな、なんかこう10年後こんな未来を計画を持ってますっていうようなことを見つけて、それを紹介するんです。人の夢を紹介してあげる。だから自分のことのように人の夢や計画や希望を我がことのように語るっていうね。でそれも笑顔がだんだん出てくるでしょ。で言われてる方も嬉しくなるし、最初はみんなねこんなね恥ずかしそうな顔してるんだけど、だんだんあーとかで嬉しい顔になって変わっていくんですね。で次にやるのがインタビューのワークショップ。こう人のインターってさ、インタビューってインタビューすることなんですよ。その人のなんか内面にあるものとか、その奥底にあるものをこう一生懸命引っ張り出すっていうね、今日もそうだよね。そういうインタビューのワークショップをして、村上信夫にあの手この手でこういろんなことを聞いてもらう。そうすることで人にものを聞く面白さと難しさと両方が体感できるでしょ。はい、よろしくお願いします。では、村上信夫さんの初恋について聞きたいと思います。何でもどうぞ、はい。では単刀直入に、初恋はいつでしたか。はい、初恋はね、記憶に残る初恋は多分小学校の2年か3年の時ですね。よろしくお願いします。先生の趣味、ピアノって書いてある。あー、ちょっと古いんだけどね。小学校の低学年の時にやってて、あと40歳ぐらいに3年ぐらいで習ったんだけど、もう今はちょっと休止してるので、もう今はちょっとこう指一本でなんかちょっとそんな感じですね。最低。この日の言葉磨き塾では、否定的な言葉を肯定的な言い方に置き換える、そんな作業が行われていました。こういう言葉ってね、簡単に出てくるんですよ。じゃあこれをどう置き換えようかってみんなで考えたときに、お母さんの言葉磨き塾では実は結論が出なかった。お母さんたちはこういう言葉平気で言うくせに嬉しい言葉に置き換えられないわけで、学生の塾でこれやったらね、ポッと出てきた素晴らしい置き換えが。さあ皆さんどうでしょうか。学生くんが考えてくれた名翻訳、あとは登るだけ、あとは良くなるだけ、素晴らしいでしょ、あとは登るだけっていう。まず否定言葉を挙げてってください。言われて嫌だった言葉とか、言ってしまって後から後悔した言葉。ダメね。ダメね。ダメね。なんで。なんでね。はい、グズ。グズ。言ったのそれ。言われた。言われっぱなし。私いつも言われてたので、グズって言われるよりも、
優雅ねって言った。優雅ね、いいね。丁寧。丁寧、あ、丁寧。丁寧ね。丁寧。丁寧でいいってことだよね。最近気づいたことがあって、嬉しくない言葉、否定的な言葉はね、短い言葉で断定的、バカ、最低、はいはいはい、ね、ダメとかね、そういう言葉が多いでしょ。で、扉もピシャッと閉まっちゃうでしょ、はい、それから罰をつけるでしょ、はい、そうやってなんかこう、なんかそういうふうに罰をつけると嫌な気持ちになるじゃないですか、うん、で、断定的に言われたらなんか返す言葉もない、はい、言われたら花はしおれてきますよね、うん、ところが嬉しい言葉っていうのはすごくね、考えるのにちょっと時間がかかるんですよ、はい、この人どうやったら嬉しい気持ちにしてあげられるかなとかね、もう仮に扉を閉める時もピシャッではなくてゆっくりとこう音もしないように閉めるっていう、それからもっと言うと断定口調ではなくてちょっとこう婉曲的なね、まろやかなこうなんかマシュマロに包むというか、そんなこう柔らかいあったかいこう丸バツじゃなくて三角を探すとか丸を探すとか、そういうことができるのが嬉しい言葉だと思うわけ。例えば最低っていう代わりに、あとはここまで来たら上がるだけですねっていうと気持ちが違うでしょ。やっぱなんかね、そういうふうにしてみんなにね、もっとね、考えないでものを言うんじゃなくて考えてものを言ってほしいなと。相手がどう思うかってことですよね。そう、想像力の欠如がもう最近問題ですよね。私何様だって感じですけど、いやいやいや、やっぱ想像力ないよね。想像力がないとまずいことです。いいこと